エイリアンが焼かれた。ドロップしっぽだ。エイリアンが来るぞ。悪い状況だ。付近は敵の降下兵によって占領されている。エイリアンを排除。町を奪還しろ。タンク到着と同時にポイント Aのエイリアンを排除する。 ポイント A に到達。攻撃する。 空軍が制空権を取った。 支援が来るぞ。
何度もラッキーで助かった。俺は大丈夫だ。痛い。たくましい体の男たち。さあ、おたけびをあげろ。セブンが戦闘中だ。援護しろ。ガンシップに狙撃兵の排除を要請しました。に関する研究が行われている。送られてきたデータの中に興味深いものを見つけた。怪物の遺伝子を調査した結果、部分的に地球の生物と一致することが分かった。つまり怪物は地球の生き物ということになる。おそらく怪物は遥か未来の地球から来た。もし怪物が地球の生物だとすると、進化には10万年もの時間が必要なはず。仮説に過ぎないが、10万年後の未来には人類文明は存続していない。地球は怪物の星となっている。
未来、人類はとっくに滅び去り、おそらくは環境汚染や核戦争が原因だろう。そして汚染された環境の中でいくつかの種が生き延びた。進化と淘汰を繰り返し、最後に怪物が勝ち残ったんだ。奴らは強く、速く、繁殖力に優れ、そして汚染を浄化する力さえ持っていた。この仮説はあまりに衝撃的だ。ブライマーが攻めてこなくとも、人類は10万年以内に滅ぶ。集結、敵を迎え撃つぞ。